シャーソクおもろぜん。はい、どうも、じゃあ高橋です。よろしくお願いします。はい、いつも動画を見ていただいてありがとうございます。なんか最近ですね、この大地流というテーマでですね、読み抜き方をこう教えてるわけなんですけども、いやなんかね、最近の動画めっちゃいいっすよみたいな感じでなんかこう言われるんですよね。いやなんかこうね、またちょっと違った角度からね、読み抜き方をこう教えてるわけなんですけど、ってことはこれを使ったらもうワンチャン、私がねこの内容でね、ちょっとこうね、DVD とか出したら、これお金がね、がっぽり儲かるのかなっていうふうに思うんですけど、いやいや、それはね、嘘ということで、ですね、まあ、仏教の世界でも、お金をね、稼ぐっていうのはね、稼ぐことを主体としてはダメだと。ね、ちゃんと稼ぐんだったら、それ相応の努力しなさいよと。ちゃんとそれに人を尽くすようなね、信頼をね、ちゃんと築き上げるようなね、その努力をしてくださいよっていうふうに言われてますね、はい。すいません、ね、私もねちょっと努力をしてですね、皆さんにねしっかりとしたね情報をねお届けしたいと思うんですけども、まあこれはね、私現在、まあ32キロ以上の弓をベーシックに、そして32キロと35キロの弓を使ってベーシックに弓を引いていて、で、まあ、37キロの弓を引いております。でっていう人間がここにいるわけで、その強い弓を引いている人間だからこそ、説明できる弓道でね、なんとなく抽象的によくわかんないところをですね、はっきりと、ご説明したいと思うんですけども、はい、これはあくまでね、私の個人のご意見であって、まあ、強い弓引いてない人からしてみたらね、何言ってんのこいつみたいなポカーンと思うかもしれないですけども、一度ですね、強い弓を引いてみるとですね、こういうことがまあよくわかるということで、まあね、役に立つところは参考程度に聞いていただければと思います。それでですね、まあ、今回この内容をお話ししたいと思うんですけど、手の内でね指を締めてはいけないというふうなお話をお話ししたいと思います。これはもう突き詰めていくと締めてはいけないということがあります。一般的にはですね、湯構えで、人差し指と親指の間に当てて、天文筋に弓を当てて、そして、三種を揃えると。まあ、この3つをやることが手の内の基礎だというふうに言われています。まあね、これに関しての私の見解をお話しすると、その内容は斜面打ち起こしの方が提唱しているものであって、正面打ち起こしでそれをやるのは良くないというふうなのが、まあ文献で分かりますと。ただし、私第一流の弓の引き方ではですね、それを湯構えで当ててもですね、全く力がこの指の原理を使ってですね、力を入らず手の内を整える方法っていうのがこれ実際あります。そのやり方をやれば、正面打ち起こしでも天文筋に弓を当てて、人差し指と親指当てて、指をこう三指揃えてですねやることができますので、書いてある文献の根拠は存在していないということが確認できてます。だけどそれを実際にじゃあそれ取り入れる方法あんのっていうのは、それ取り入れる方法は私1個持ってます。はい、だからまあ実現できなくはないですけども、根拠はないということを先にお話しておきます。そしてじゃあなぜ、じゃあそれか根拠はないのかって言ったらですね、それは昔の弓道の本を参考にするとよくわかります。例えばまあ今弓道の世界で出されている弓道の本は基本昔の弓道の本から引用されております。宇野与三郎先生っていうね、先生は基本射体系って基本体系っていう本を出されていたり、法隆藩士の文章はですね仏教っていう雑誌を使われていたり、魚住先生と富田先生っていう昔の弓道の先生はですね、これは美術国90書っていう文章の中からその文章であったり言葉であったりっていうのをこう見解を交えて解説している内容で、それらの言葉であったり用語であったりっていうものが今の弓道の基礎としてできていて、その基礎となる本の文章であったり文献というのはですね、ちゃんと昔の文献調べるとですね、昔の文章から取り入れてるっていう、その文章はっきり見えてます。でここのまあ昔の文章をちょっと見てみましょうと。そうすると手の内で指を締めてはいけないってことがあります。これはなぜかっていう理由を、まあ結論から言うと必要がないからなんですよ。必要ない、はい。じゃあここからですね、どう必要がないのかっていうことをですね、詳しく解説していきたいと思います。これは私は強い弓を引いているので、こういうことが言えますっていうことですね。実際これ体験して、ワークで体験してもらって、確かに締める必要ないよねと。入れてもいいんですよ、別に。ここでお話ししたいことは、決して締めてはいけない理由っていうのは何なのかっていうと、じゃあ現実締めたら犯罪になるかっていう、そういうことを言ってるわけじゃありません。ただ、必要がいらないんですね。
締めなくても当たるのと締めて当たるのだったら当たりどうせ当たるんだったらいいじゃんって話なんですけど、締めると射形が崩れるんですよ。どうしてかっていうと、それは無駄な力を1個入れて、あ、ごめんなさい、無駄な筋肉を2箇所入れてる動作になる可能性があるからです。で、筋肉っていうのは全然関与しないところに力を加えれば加えるほど弓が引けなくなります。例えば肩の筋肉に力を入れながら弓を引くと形が崩れやすいです。それなんでかというと弓の反発力がこう四方八方からこう来るわけなんですけども、それを支えるための筋肉ってその弓をこうわーってパワーかかってるのに対してちゃんと押し出すためにはその手前の段階で筋肉緩めとかなきゃいけないんですね。締めてから初めて筋力って発揮されて関節が伸びて関節がこう一方向のところに伸ばされて、それがこう押し込む力、支える力になるわけですから、自分の体を支える力になりますので、基本的に無駄な筋肉は入れない方がいいです。で、入れても当たるからいいじゃんと思うんですけど、その入れてる筋肉の無駄な筋肉のせいで肩の筋肉とか腕の筋肉がまあ一瞬連動して力が入ってしまった結果当たる確率が低下する可能性がありますから、入れない方がむしろ楽に入るし、入れない方が関節自由に動くし、入れない方が無駄な力みがなくなって腕の震えがなくなるので、私は手の内は指を締めない方がいいよっていうのを、こう強い目を引いてる人はですね、これ手の内で締めてはいけないっていうのを感覚的に実は知ってる人結構多いんですけども、まあね、15キロとか13キロぐらいの弓で形を整えて弓を引きたいと思ってる方の中で、例えばその第三とかが取りづらいとか、回でどうしても左手が緩ん、左手がこう力が入ってしまうという方の場合はですね、おそらくこれが原因かもしれないっていうのがあると思いますので、まあ、その観点でまあ見ていただければと思うんですけど、なぜこれ必要ないのかって言ったらですね、締まるって何の筋肉が働いて締まってるかって皆さんご存知ですか？これちょっと考えてみてください。締まるっていう働き、この指が締まるって状態ってどんな状態が起こってると思います？体の中でこれちょっと考えていただきたいんですけども、これがあくまで弓度弓を回す、じゃあこの左手が締まるって書いてみましょうか。左手、はい、このね、左手が締まるっていうのはどういうことが起こってると思います？どう思います？皆さん。っていうと、指の筋肉がこう締まってんじゃないのかというふうに思われると思うんですが、この左手が締まるというのは、弓が回って、指が締まるんですね。いや、ここは重要で、弓が回ることで指が締まるんです。だからこうなるんですね。こう。で、普通に筋力で締めるのは、ここら辺の筋肉が縮んで、こうやって締めるんですね。こうやってやると、ここ硬くなると思うんですけど、これ、もしも弓がこういう風に回ってしまうんであれば、ここ力入りません。はい。だから、基本的に、この左手が締まるという運動というのは、ここにある、こう腕の筋肉って、ここからここまで繋がってるんですけど、この、腕の筋肉が縮んで、この関節がこうやって引っ張られるんですけど、こうやって締まってるわけではないんですよ。てか、ここの筋肉にそんなに力入れなくても弓は締まるんですよ。なぜなら第三から引き分けにかけての弓っていうのは左手の中で回るからです。回るからここ締まるんですね。こうやって、だから湯構えで締める必要ってないんですよ。締めなくても締まるんですよ。ここで締める必要ないんですよ。ここで締めたら、むしろ第三で回してる時に弓の動きが阻害されて締まらなくなります。そのキュッて締めたいのに、むしろ力が入りすぎて緩んで、最後離れて握り返しとか起こっちゃうんですよ。だから、ここで締めるっていうのは実はあんまりやりたくないんですよ、合理的に。で、これ文献の根拠もない、文献の根拠も確認できてません。うん、だから昔の先生で絶対に人差し指と親指をここ当てて、天文筋を当てて人差し指を揃えるっていうのを正面打ちを越して説明されている方、例えば上永先生とか説明されてますか。あれは正法流の上永先生の手の内の説明っていうのは、会の時にこういう風になって、それを体感する方法として見すみぬ手の内っていうのを言ってるだけなので、あれは違いますよね。はい、他の先生も軽く握った方がいいっていう風に正面打ちを越して提唱されてる人は、
あの高木先生とか千葉先生とかは同じように言ってるんですよね。だからそれを考えると、その手の内で三者揃えるとか上前でやるっていうのはやらなくていいことなんです。でむしろそれやると腕の前腕の筋肉無駄に力が入っちゃって、まあこのここ力入っちゃうんですよ。でここ力入るとふにゃって揺れるから弓が動いて外れてしまうってことなんですよ。だから弓が回って指が締まるって話なんですよ。で次にポイントなんですけども、でも指がこうやって締まってこうやってると力がこうただ動いてるだけなんで、関節が耳の中で動いてるだけなので、なんか手のひらの中で締まってる感覚っていうのが皆さんあると思うんですよ。力が抜けてね、引いてる時っていうのは左手に確かに力が入らずに弓を回すと、左手に力が入っていない状態から弓をこうやって回すと。だけど問題はなんかその力入ってないんだけど締まってる感じがあるなっていうのはあると思うんですよ。その締まり感、締めるんじゃなくて、まあ、締まってんだけど、それでも起こってるこの締まり感って何なのかっていうと、これは腕じゃなくて脇とか肩の筋肉が締まることでこの指が締まっているように感じてるだけなんですよ。あの実際そういうふうに私アドバイスした上で、じゃあちょっとやってみましょう。例えばこういうふうに弓を持ってください。でここで弓をこう締めますよね、グッと。でこの時になんかこの辺りがすごく敷き詰まる感覚があると思うんですよ。でこの敷き詰まる感覚ってこれを締める筋肉じゃないのってこう思うかもしれないですけど、それは違くて、締める筋肉っていうのはこれは締まり感、この締まり感はここじゃなくてこの辺りから来てるんですよ。で実際ここの力抜きながらこの辺りの筋肉を観察してください。力を抜いてこうやって回したらここら辺の筋肉が力入ると思うんですよ。でそのここの筋肉が締まって筋肉とか血管が引っ張られているこの現象が手のひらの中で締まってる感じが出てるだけなんです。だから厳密に言うと指の筋肉は何も動かしてないんです。で指の筋肉ってのは3種類あるんですね。例えばこの前腕のこの筋肉、ここにある前腕の筋肉とか、あのこうですね、こう前腕の筋肉とかあって、ここに親指を内側に回す、母趾のね海内筋っていうのがあって、もう一個小指のここに海内筋って、こう指に直接ついてる筋肉と腕から指に直接つながってる筋肉があって、基本弓道はこの腕にから指につながってる筋肉っていうのは、まあ、確かに使います。ここはそうですよね。ここはまあこうやって回してる時に多少ここは回るので、ここの筋肉がちょっと引っ張られてここはなんとなく働くと思うんですけど、その締まり感というのはここが縮むことで締まってるわけではなくて、この辺りの筋肉が張ってることによってそれで奥から筋肉は引っ張られてなんか締まってる感がなんとなく出てると、おなんかこう締まってんなってなってるわけなんですよ。決してこの指が狭くなって指の筋肉が動いて指の筋肉が締まったわけじゃなくて、実際にじゃあ例えば弓を持ってない状態でちょっと指を狭くしてもらってもなんかここの締まり感ってないじゃないですか。だけど弓を持って回してる最中になんかこの締まり感みたいなのが出てるのは、ここが縮まってるんじゃなくてここが縮まってるんですよ。でそれがなんかここが締まってるように感じてるわけなんですよ。だから腕の力は使いません。弓道の世界では引かぬ矢塚で引くのが理想だっていう風に、自然に稽古していくと引かぬ矢塚になるっていう風に書かれてあります。その内容をもとに弓の引き方を考えると、指の単体についてるこういう筋肉とこういう筋肉は使う必要はないはずなんです。だけどこれを人差し指と親指を当てて、まあ例えばその三種を揃えるときにこういう風に小指こう薬指と中指って長いので、弓の真ん中ぐらいにこう来るんですけど、小指って短いからより小指をこう寄せなきゃいけないです。この寄せる時に小指のここのところについている小指海内筋だったっけな、指に直接ついている指に力が入っちゃうんですよ。でここに力が入ると手首が動きにくくなったり腕が動きにくくなるせいで第三が非常に不自然でぎこちない動きになります。そうすると手の内は締まってんじゃなくて指が力んでるだけで押せてないんですよ。指が押せてないので、このまま動作を持っていくと何かこの指の筋肉のせいでちょっと微妙に肩がとか腕がぶれてしまったりとか、そういうことが起こってしまって結果、まあ、弓がちょっとこうなんかこう離れる場合だったらぶれてしまうとか、例えば私の場合だったらこれだと強み引けないんです。強み引いてる人だったらここの筋肉を使わずに第三を回し、ここの筋肉を使わずに手の内を整えて、例えば私の場合だったら30キロの弓で、普通ですよ、まず親指っていうのは上に上がるのが自然なんですね。
こう弓をこう引いてる時っていうのは、一般的にはこれがまっすぐ向いてるのが理想だっていうふうに言われるんですけど、強い弓を引いてる場合だったら、まっすぐ向けたらここに力が入りすぎてダメです、押せないです。だからちょっと上に向いてるのが理想です。で、上に向いたら小指と薬指の間がちょっと手のひらの中心を通って、解剖学的に手首とこの指の筋肉がまっすぐ揃って、この手根管っていう筋肉ですね、こう指を動かす神経っていうのは神経の集まりのところ圧迫が取れるので動かしやすいので中押しっていう状態になるわけですよ。だけどこれを実は上を向いてるのが自然なんですけど、これをまっすぐ向けることも可能です。30キロの弓でまっすぐ向けて矢をまっすぐ飛ばして放すってことも可能です。それなんでかっていうと、指の筋肉を使わない方法の第三の取り方とかそういうのが強い意味ではあるんですけど、これをやると手の内が射形変えられるんですよ。形が射形が変えられますので、それを使ってですね、こう弓を使うとですね、こう引きやすくなるというふうになります。だからこの締まってる時に締まり感っていうのが、指の筋肉が締まってるから締まってるわけじゃないっていうことはね、これ覚えておくとすごく便利なので、それは理解していただければと思います。それとあと指に力が入れてその回すっていうのは非常にこう弓道の第三の弓を押しますとやりにくくなりますので、それをやらずにですね、弓を引いてみるようにしてください。ということで頑張ってみてください。第一流でした。ありがとうございました。